ダニエル・モロー・バリンジャーは、アメリカ合衆国の地質学者。バリンジャー・クレーターの研究で知られる。プリンストン大学、ペンシルベニア大学卒。さらに、ハーバード大学とバージニア大学で、地質学と鉱物学を学ぶ。1892年より、アリゾナ州で、友人たちと共に金鉱と銀鉱を探索し、銀鉱を発見する。1902年、 後にバリンジャークレーターと呼ばれることになるクレーターの研究を始めた。このクレーターは先行した研究者、グローブ・カール・ギルバートによりガス噴火によるものと結論付けられていた。バリンジャーはクレーターは隕石衝突によるもので隕石由来の鉄が埋蔵されていると推測し、採掘のための企業スタンダードアイアンカンパニーを設立した。 1903年から1905年まで、スタンダード・アイアン・カンパニーはクレーターを掘削し、衝突由来である証拠を得た。1906年、バリンジャーは、ベンジャミン・シー・ティルマンと共同で、米国地質調査所で、バリンジャークレーターについての論文を発表した。国際隕石学会は、ダニエル・モロー・バリンジャーと息子のダニエル・モロー・バリンジャー、ジュニアを記念して、隕石衝突。 クレーターの分野の顕著な功績を挙げた科学者に対してバリンジャーメダルを1984年から授与している。ありがとうございます。